リオネル・セバスティアン・スカローニは、アルゼンチン・ドサリオ出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。イタリア国籍もお持つ。クラブチームでは長くスペインのデポルティ・ボラ・コルーニアに在籍していたが、2006年1月、出場機会の減少を理由に FA プレミアリーグのウエストハムユナイテッドに期限付き移籍した。 半年後復帰したものの、同年8月、同僚のディエゴ・トリスタンと共に事実上の戦力外通告を受け、ラシン・サンタンデールと1年の契約を結んだ。さらに2007年、セリエ A の SS ラツヨに活躍の場を求めたが、わずか半年余りで、RCD マヨルカに期限付き遺跡、スペインに復帰した。2009年7月、ラツヨに復帰。 2011から12シーズンは19試合に出場したものの、レギュラーをつかむまでには至らず、2013年1月にアタランタビーシーへ完全一席した。2015年6月30日、現役引退。1997年にマレーシアで開催された FIFA ワールドユース選手権の優勝メンバー。A 代表デビューは2003年4月30日に、 行われた、親善試合、リビア戦だが、代表に定着することはなかった。しかしながら、2006FIFA ワールドカップでは、ユース時代の恩師であるホセ・ペケルマンが監督を務めた、アルゼンチン代表にも選ばれ、1試合に出場した。2018FIFA ワールドカップでの惨敗を受け、ホルヘサンパオリ監督が解任され、2018年8月2日に、全政権下で、 アシスタントコーチを務めていたスカローニが暫定的に指揮を取ることとなった。アナンシオウフィーチャーレアトランタ、イットハット、メッシはもう代表では、アルゼンチン代表の暫定監督が、招集外について、注目発言、サッカーダイジェスト2018年8月22日、ありがとうございます。